どうもこんにちは、あやです。今回は私の愛車グストの紹介をしようと思います。紹介といってもホイールはチューブラー仕様でコンポはとか、グスト購入までに至った過程、私のストーリーの方が視聴者の方も気になるんじゃないかなと思って、今回はそちらを紹介しようと思います。きっかけは父親の影響です。私が小学3年生の頃からミニベロで、その後にロードバイクに乗っていたので、ロードバイクと接触する機会は同い年の女子と比べても結構多い方だったのかな。で、あとは2年前ぐらいにトリガールっていう映画を見て、でそれでさらにロードバイクに興味を持ち始めたのかなって感じです。もともとトップチューブがスローピングしてる形が好きなんですよ。こうやってホリゾンタルではなくてちょっと下がってる感じがすごい好きで、最初に欲しいって思ったのがカレラで、次にコフィーだったんですよ。でもどちらも S サイズにもかかわらず女性用のサイズがなくて、しぶしぶ諦めたって感じです。そういう意味ではグストは S でちょうど女性用のサイズがあったんで、もう迷わず速攻決定しました。単にこのカラーが自分好みの色だったっていうのはあります。何よりクールでかっこいいんですよね、この金色。一目惚れでしたね。あとは派手なカラーだとなんかロードバイクのかっこよさが際立つじゃないですか。それと、まあ、人と被りたくないっていうのもちょこっと。はい、ということで購入に至るまでの私のエピソードはこんな感じです。他にもこういうこと聞きたいっていう方がいましたら、コメント欄で待ってるのでお気軽にどうぞ。最後までご視聴ありがとうございます。この動画面白いと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではバイバーイ。